ピーター・ボスは、オランダ出身の元サッカー選手。オランダ代表でもあった。現サッカー指導者。ファーストネームの実際の発音は、ペーターであるが、ジェフ・ユナイテッド・市原でプレーした時の登録名が、ピーター・ボスだった。ただ当時のチームメイトもスタッフも、ペーターと呼んでいた。現役時代は、守備的 MF としてプレー。時に、DF でもプレーした。フィテスセで、 デビュー後に契約問題で揉めて当時アマチュアのアゴーブでプレーその後、RKC バー,アールバイクでエールステディビジを制するなど活躍した後、フランスの SC トゥーロンと5年契約を結んだ。その後クラブが混乱に陥り移籍禁止となったが、ボスは契約に組み込まれていた特別条件により、唯一クラブを去ることが許された。 フェーノールトが獲得したことで1991年にオランダ復帰し3年契約にサイン。ジャンポール・ファン・ハステルヤートにロブ・ミツヘなどと中盤でコンビを組んでリーグ戦1回、カップ戦3回を獲得と、クラブの90年代の成功に貢献した。ボスは1996年にフェーノールトを去り、ジェフ・ユナイテッド・市原に加入。 1997年5月24日のビッセル神戸戦で延長112分に決勝ゴールを決め、これが J リーグ初ゴールとなった。その後はハンザロストックでプレーし、ナック・ブレダを経て J1 残留争いを強いられていたジェフ・ユナイテッド・市原に再加入、守備で貢献して J1 残留の救世主となった。わずか1シーズンで1999年11月に、 現役を引退した。オランダ代表としては、ユーロ1992に出場、グループステージのドイツ戦で途中出場した。1999年12月に、ボスはアマチュアのアゴーブで、監督としてのキャリアをスタート。2002年にアマチュアカンピューンとなり、クラブをプロフットボールに導いた。翌シーズンは、ヘルダーランとの別クラブデフラースハップの監督に就任。 しかしデフラーフスハップではエールステディビジへの直接降格となり、ボスはヘラクレス・アルメロへ移った。ボスはヘラクレス・アルメロでエールステディビジのカンピューンとなり、共にエールディビジへ昇格。昇格1年目の2005、2006シーズンにエールディビジ残留を果たしている。2006、2007シーズンからボスはフェーノールとのテクニカルディレクターに就任。即座に行った。 大補強で後に、クラブに大惨事を引き起こすことになる。当時監督だった、ベルトファンマルワイクのコンタクトを活かして、序盤にファンブロンクホルスト、ロイ・マカイ、ティム・デクレル、ケビン・ホフラントとベテラン勢を獲得。さらにアヤックスが狙っていたデニー・ランツャートも、目前で奪った。しかしランズ・カンピューンの野望どころか、CL 出場枠も得られず、2009年には、 監督カヘルジャン・フェルベイクが選手グループと対立して辞任。ボスも連帯責任があると表明して去り、フェーノールトは残った約4000万ユーロの莫大な負債を抱えて、その後数年間はクラブ存続の戦いを強いられた。フェーノールトでの失敗によって指導者キャリアも終わったかに思えたが、ヘラクレスの会長ヤン・スミットが2回目のチャンスを与えて2010年5月2日に、 ヘルジャン・フェルベークの後任として、再び監督に就任。2011、2012シーズンには、クラブ史上初めて、KNVB ベーカーの決勝に進み、PSV に3から0で敗れたが、その後も、予算の限られた小クラブで果敢にリスクを犯す、超攻撃的なフットボールを見せて、再び評価を高めた。2013年6月19日に、ボスは、 フレットルテンの後任としてフルスフテッセの監督に就任。グルジア人、オーナー、メラブヨルダニアの下で野望に燃えるクラブの求めに応じ、攻撃的で魅力的なフットボールで結果を出すことを約束して2年契約にサインした。2013年11月には、クラブは2006年8月18日以来のエール、ディビジ首位に立ち、ち、ちょうど半分の17節を終えて、 ヘルフスとカンピューンになったが、ウィンターストップ全最終節でアヤックスと引き分け、特殊点差で2位に落ちた。結局、フィテッセはリーグ戦を6位で終え、欧州戦 PO に出場するも、第1ラウンドで FC フロー人間に敗れた。フィテッセでの2シーズン目に、ボスは2016年まで契約延長。テクニカルディレクター、モハメド・アラハと共に、クラブ全体の長期プランを描き、 アカデミーに先導的役割を果たさせ、スカウティングに力を入れること、そしてボスの攻撃的プレイスタイルをユースにまで広め、全チームで攻撃的で支配的なフットボールをさせることが決められた。2014-2015シーズンにボスは年間最優秀監督にノミネートされ、最終的に PSV アイントホーフェンの監督フィリップコクーが受賞したが、フィテッセは メディアでエールディビジで最も良いフットボールをするチームだと頻繁に称賛されるようになる。このシーズンのフィテッセは最終節までフェイエノールとエジー・アルクマールと3位を争い結局欧州戦 PO を制してシーズンを終えた。2015-2016シーズンは前半最終節で FC トゥエンテニ号から1位の勝利を収め5位でウィンターストップに ボスはこのトレンテ戦でエールディビジで監督として250試合目だった。ボスは2016年1月4日にイスラエルの前年度優勝チーム、マッカビテルアビブ FC へ移る。しかし、半年間チームを率いてリーグ戦はハポエルベールシバに勝ち点に届かず2位で終え。3日後に行われた国内カップ戦の決勝もマッカビ、ハイファーに1から0で敗れた。 すでに、最もホーランセスホールをチームに実践させている、監督としての評価を得ていたボスは退屈な、フットボールとの批判もあった、フランク・デブールが退任した後のアヤックスの、監督候補に、フェイエノールダーの過去から、アヤックスサポーターの反感を買うも、2016年5月24日に3年契約に、サインした。ファンから回帰的な目で見られるも、ケスパードルベルフの、 スタメン起用や初戦から果敢に縦に仕掛ける攻撃的フットボールで即座に支持を得ることに成功。ジャイロリーデワルト、ケニーテーテ、リチェドリーバズール、アンアールエルガージといった代表デビュー済みの若手も自分の望むクオリティに不十分と判断すれば迷いなくベンチに置いたことでユース出身選手にチャンスを与えてないとの批判も起きたが最終的には マタイス・デリフト、ジュスティン・クライフェルト、ドニー・ファンデ・デベーク、フレンキー・デ・ヨングラに、積極的に出場機会を与えてそうした、批判の声も封じた。2016から17シーズン、UEFA ヨーロッパリーグ決勝にチームを導いたが、マンチェスター・ユナイテッドに敗れ、準優勝に終わる。2017年6月6日、トーマス・トゥヘルに代わり、ボルシア・ドルト・ムントの監督に就任した。 開幕7試合を6勝1分と、ースタートを切ったが、その後守備が崩れて命へ。リーグ戦で7位に沈んでいた12月10日に、解任された。2018年12月22日、バイエル・レバー,クーゼンの監督に就任することが、発表された。2021年3月23日、直近10試合で2勝2分6敗と不審に陥い、り、行った責任を問われ、解任された。 2021年5月29日、オリンピックリオンの監督に就任することが発表された。国際 A マッチ8試合例得点。ありがとうございます。